はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は3月28日日曜日、時刻の方は17時9分です。見るてててててて、ピピュー。はい、そんなわけでね、今回は楽天モバイルの話題になります。スーパー放題ね、旧楽天モバイル au ドコモプランね、あったよね。スーパー放題から移行した場合、ハンドの特典対象になる？どうなんだろうね。こんな Q&A になります。一人の質問はみんなの質問、一人の疑問はみんなの疑問ね。はい、共有しましょう。ということで、今回投稿いただいた方はね、漢字5文字さんですね。大変参考になりました。現在スーパー放題からアンリミットへの移行を考えているのですが、楽天ハンドが実質1円になるキャンペーンは初楽天モバイルの人だけなのでしょうか、という質問ですね。同じことを考える人いるだろうね、でもね、この質問を見た時に久しぶりに吹いた面白いよね。面白かったね。スーパー放題、これ楽天モバイルの会員になってるので、楽天モバイルのスーパー放題に入ってるんで、だからちゃんと自分の入ってるのはスーパー放題っていうのが理解してるんだよね。で、アンリミットね、このアンリミットっていうのは今現在の現行でね、運営している楽天モバイルのこのワンプランなんだよね。アンリミットへの移行って書いてあるけどね、このハンドが1円になるキャンペーンはね、初楽天モバイル、この初楽天モバイルっていうこの単語が今までなかったんで、初めてのとかあるけど、この初楽天なんかちょっとツボにはまっちゃってね、この表現が初楽天モバイルってなんかいい響きだよね。新しいなと思ってちょっとね、ツボにはまった。おじいで吹いた、ね、初楽天モバイルでしただけないでしょうかってね。で、まあこれね、まあちょっと見ていきましょう。で、この楽天アンリミットへの移行を考えてるね、この考えてるところでは、このアンリミットっていうものがあるんだなっていうのが存在を知っている方だと思います。で、まあじゃあなんでこの楽天アンリミットの存在を知ってるのっていうと、多分テレビかなんかで見たりとかね、なのかなと思っても、テレビで宣伝しているのは楽天アンリミットが無料ってやね、1年間無料、今もう今はそれやってないと思うんだけど、ね、1年から日経パーまでね、そういう宣伝しかやってないけど、じゃあどっからこの楽天ハンドが実質1円になるキャンペーンを知ったんだろうっていうと、テレビではやってないってことは、インターネットで絶対にこれ探し当てたはずなんだよ、ほとんど10兆ハック、ね、じゃあそのインターネットで、じゃあこの楽天ハンドが実質1円になるキャンペーンを知った時に、じゃあ公式の楽天モバイルのページは見ないのかな、どこか他のところで噂で聞いたのかなっていうね。例えば元気なおじいの動画を見てくれたんで、大変参考になりましたってくるくるなんだけど、じゃあおじいの動画しかその情報源がないのかなっていうね。ね、まあそうやったら大変ありがたいんだけどもね。まあとりあえずこの初楽天モバイルってこの響きが面白かったんでね、解説拾いたいと思いますね。じゃあこの初楽天モバイルがじゃなかったらどうなったのってね、ふーんで終わったかもしれないけどねまあ一人の疑問はみんなの疑問ですね。はい、分かりやすく解説していきたいと思います。今回の質問の方はね、ここに書いてあるんだね、これ実質0円ね、まあ、実質っていうのは何でかというと、本体価格2万円なんで、いいですか、2万円で買うんです。お財布から2万円出てくるんです。これ理解してますか、理解してますか、分かってますか、大丈夫ですか、漢字5文字さん。2万円払うんです。で、楽天リンクを開通した翌々月末に19,999ポイントが返ってくるんです。で、0円って書いてあるのはアンケートに答えると1ポイント戻ってくるので、合計で2万ポイントもらえるので、
実質0円となっています。で最大29,999ポイントっていうのはね、これあの新しく入ると5000ポイントね。なんでこれアンケートに答えるとこれ1ポイントってこれ書いてないのかな、これね、なるよね、実質0円でね、これね確かなると思うんだけど。それでまあ、いきなりしょっぱなあるんだけど、ここね、楽天アンリミット5初めてのお申し込みでって書いてあるよね。 初楽天モバイルって書いてないよね。ここにねアンリミットって書いてあるんです、これね。でここに見てみましょう。現在スーパー放題からアンリミットへの移行を考えてる。ちゃんとこの漢字5文字さんはスーパー放題とアンリミットが違うっていうことをちゃんと自覚しています、これね、うん、だよね。別のものっていうのを理解しています、これね。でいきなり初っ端からね、楽天のアンリミット5初めてのお申し込みでって書いてあるんだよね。あくまでもアンリミット初めての申し込みでなんだよね。なので、これがスーパー放題からアンリミットへ初めての移行だったら OK なんです、これね。あのつい最近の動画だったんだけど、スーパー放題を2つ持っていたって方もいるんだよ。で2つの回線のうち1つはすでにアンリミットにね、もう移行済みだったって後から実はってね、いう方がいたんだよ。で2つ目の移行を考えてて、あのいろいろちょっと問題がね、悩みがあったみたいなんだけど、そういう方がいるので、なので、1人が1個しか持ってないとは限らないのでね、このスーパー放題からアンリミットへの移行するときに初めての、これが条件です。なのであのスーパー放題2個持ってて、1個もう移行した後にその時は SIM しか申し込んでなくて、であの2個目のスーパー放題で来た時にね、条件になりますかとかってね、そういう方もいっぱいいらっしゃるので、これねアンリミット5に初めてのお申し込みなんです。楽天モバイルに初めてのお申し込みの方ではなくて、楽天アンリミット5初めてのお申し込みの方なんです。ここがあるとないとでは全然違います。で漢字5文字さんは今現在スーパー放題なんで、楽天モバイルスーパー放題なんです。だから楽天モバイルの会員になっているので、もうすでに私はダメでしょうか、初楽天モバイルの人だけなのでしょうかってね、そう考えるんだよね。そんな条件どこにも書いてないよね。楽天アンリミット5初めてのお申し込みの方なんだよね。それで、まあ、ここでもう答えは終わってるんだけど、とどめを刺しに行きまい、ね、漢字5文字さんの、ね、息でのが止まるまで、とどめを刺しに行きたいと思います。厳密に言うと、なんで楽天アンリミット5初めての申し込みなのかというと、ここは条件だからです。この楽天アンリミット5を初めてお申し込みで、5000ポイントをもらえるので、ここに初めてという、ね、この文言が出てきます。初めてので、プラス楽天ハンドを同日中に購入でって書いたんだね。で本当はこれね、サポートによっては、この初めてのお申し込みでなくても、ハンドを注文したことない方は、2回戦目、3回戦目でもいけるよって言ってるサポートもいるんだけれども、この条件を見ると、これはあの最大24,999ポイントゲットの条件なので、こう書いてあるので、ややこしいんだよ、これね。非常にややこしい。で、これはこれ、これはこれで切り離して考えるべきです、これが。なので、この楽天アンリミット5を初めてお申し込みで5000ポイント、だ今、この漢字5文字さんがスーパー放題、ね、使ってるよね、で初めて楽天アンリミット5に、要はそのまま番号そのままで移行するか、そっちをやめてこっち新しく新規に入るか、まあ、何でもいいので、1人
1回限りのチャンス、初めてのお申し込みで5000ポイントもらえるんです。この権利も持ってるんです。でなおかつ今のスーパー放題から乗り換えると初めてのお申し込みになるので5000ポイントもらえる、アンド楽天アニメと初めて移行した方ね、楽天ファンドを同日中に購入で19,999ポイントいただきますよと、そういうキャンペーンです。で、ここに書いてあるこの楽天アンリミット5初めてのお申し込みでって書いてあるから、これ初めての申し込みじゃないと実質ゼロにならないのっていうね、ここが記者物で、ここに書いてある初めてのお申し込みでっていう意味は、ここの最大 24,999 円相当のポイント還元を条件を達するために初めてのお申し込みで最大 24,999 円ということになるわけで、初めてのお申し込みでない方は2万ポイント19,990ポイントということになるとおじいは解釈していますこれね。それで、今回の内容は漢字小文字さんはこれをもらえ5000ポイントもらえる権利も持っているし、移行すればで、この楽天ファンドを同日中に購入すれば19,999ポイントいただけます。なので、今回の漢字5文字さんはここに書いてあるように、現在スーパー放題からアンリミットへの移行を考えている、この移行というこの2文字の単語、この単語を使う人は目をシャワのようにして何度も何度も見て、いろんなおじいの動画も見ながら、この移行というこの2文字の言葉をちゃんと理解している方なんです。なので、移行を考えている、移行した場合どうなるかというと、この5000ポイントプラス19,999ポイントで24,999ポイントゲットする権利があるわけです。で、初楽天でなくてもいいです。初アンリミット5なんです。いいですか、初アンリミット5なんです。 初楽天モバイルではありません。初アンリミット5なんです。で、このキャンペーンがね、キャンペーンルールを見てみましょう、ね。楽天アニミット5初めてのお申し込みで最大24,900円相当のポイントを還元、ね、実質0円でご購入いただけますという、こう書いてあります、これがね。で、ここにキャンペーンルールを見るっていうのがあるので、そのルールを見ていきましょう。はい、楽天ファンド19,990ポイントキャンペーンルール、そもそも今回ね、初めてウェルカムの5000ポイントは質問に入ってないので、ここのキャンペーンルールだけを見ていきます。5000ポイントもらえるんだけど、そっちは今回はしょります、ね。で、今回のキャンペーンコードは1146、これをね、メモして覚えておいてください。それからスクショするのはいいですよね。覚えておいてください、これね。それで、キャンペーン期間は、これ2020年1月の7日からね、終了日未定なんだけど、そろそろ終わっちゃうんじゃないかなと思います。なぜならば、このね、アンリミット5は3月31日で終わってしまうからです。それで、この19,999ポイントをゲットして実数1円にする方法なんだけど、以下1,2,3の条件を全て満たした楽天会員の方ということになります。いいでしょうか。はい、まず一つ目のルールです。1,2,3のうちのまず1です、ね。キャンペーン期間中に楽天モバイルのウェブサイト店頭から楽天アニメットバイブいずれの方法でお申し込み同時中に楽天ハンドをご購入ということで、いいですか。楽天アニメット5に新規お申し込みおよび対象製品を購入、要は楽天ハンドを購入、これ新規お申し込みというのは新規の電話番号で申し込みという意味です、これはね。もしくはこれでなくてもいいよ、もしくは楽天アニミット5に他社からドコモ、au、ソフトバンクから、まあ、それ以外もあるよね、からの乗り換え、要は MNP モバイルナンバーポータビリティでお申し込みおよび対象製品を購入、楽天ハンドを購入された方、もしくは今回の漢字5文字さん、楽天アニミット5に楽天モバイル
ドコモ回線、au 回線の料金プランから移行手続き後お申し込み及び対象製品を購入した方、いいでしょうか。これ、初楽天モバイルである必要がないということがここで証明されています。条件のところに、条件 1,2,3 のうちの1のところにここ見ればきちんと漢字5文字さんの条件が書いてあります。アンリミット5に楽天モバイル、ドコモ回線、要はスーパー放題だよね。スーパー放題の料金から移行手続き後お申し込みおよび対象製品を購入、同日中に同じ日付のうちに、だ移行手続きをやったのと同じ日に楽天ハンドを購入する必要があるということです。でもこれ今楽天ハンドがなかなか今売り切れ中なので、手続きとしては先に楽天ハンドを見つけて購入した後に なった方が早いような気がするんだけど、でもこの順番から言うと料金プラン移行手続き後申し込みって書いてある、グッて書いてあるんだよ。でもこれ前の別のキャンペーンだとどっちが先でもいいよ、同じ日にこっちとこっちが買ってればいいでしょってサポートはそう言うんだよ。キャンペーンルール上は先に料金プラン以降の手続き後に、お申し込み、でも同日中って書いてあるんだよね、これね、同日中、ここのね、このところにね、同日中、ここね、楽天ファンド同日に購入、お申し込みプラス同日中なんで、まあ、同日に購入してからお申し込みでもいいと思うんだけどね、これね。うん、まあ、ここのところはね、順序が逆だったらキャンペーン対象外っていうのは書いてないです。先に答え言うけど。それで、まず1,2,3のうちの1の条件は、漢字5文字さんはクリアすることができます。要は楽天モバイルスーパー放題からの料金プランからの移行手続きをすればいい話なんで、それでその後にか同日中に対象製品を購入すれば OK なんで、丸1はクリアできます。じゃあ3つのうち2つ目は何かというとこれです。楽天アンリミット5お申し込みおよびハンドご購入の翌月末までに、翌月末までに、要は今月中にだったら来月の末までに、3月中に買ったら4月末まで、4月中に買ったら5月末まで、5月に買ったら6月末まで、翌月末末日、ね、23時59分までに開通してくださいということです。開通です、開通、ね、で開通日とは下記を示します、ね、新規お申し込み、新規の番号の申し込みの場合は荷物を受け取った日です。で、漢字5文字さんの場合は楽天モバイルね、スーパー放題の料金プランから移行した場合は、SIM カードにて SIM、ね、eSIM、今回はこの eSIM だよね、ハンドバーよね、 eSIM にて楽天回線またはパートナー回線の電波が利用できるようになった日です。受け取った日ではなくて開通した日、開通させた日になります。これを翌月末までに実行すること、開通すること、開通しないと19,990ポイントはいただけません。で、大体翌月の末までだったら開通するよね、普通ね。はい、そして最後の条件になります、ね、最後の条件は楽天リンクを使って、要は楽天ハンドを使えばいいよね、楽天ハンドを使って、楽天リンクを使って、ね、10秒以上の通話をする、通話、そして、SMS のメッセージを1回送る、ね、ここにちょっと対象外があるんだけどね、まあ、普通の固定電話にかければ OK でしょう、携帯とかね。そんな感じです。で、19,999 ポイントの還元はお一人様1回のみとなってます。昔は1人5回生まで申し込めたから19,999 ポイントを5回分もらったよってね、そういう書き込みをしてくれた方もいます、過去にね。で、今のルールではお一人様1回になりました、ね、さあこの 1,2,3 これを全て満たすことができるでしょうか。一つ目の条件はスーパー放題から移行したら同日中に楽天ハンドを買う。二つ目の条件は翌月末までに
開通させる、ね、3つ目の条件は楽天リンクを使って10秒以上の通話と SMS メッセージを送る、この3つ、これを全て条件クリアしたら、あの楽天リンクを使った翌々月末に19,999ポイントがやってきます。で、漢字小森さんの場合は5000ポイントも上乗せでくるので24,999ポイントが、ポイントが加算されました。はい。そして一応念のためにね、特典適用対象外のところを見てみることにしましょう。スーパー放題からね、乗り換えた方はダメですとか、あの初楽天モバイルでないとダメなのかね、それを見てみましょう。対象外はどんな方か、あ、楽天モバイルショップね、楽天モバイルショップ楽天モバイルオンライン以外で購入した場合、キャンペーン対象製品以外で、開通リンクをご利用された場合、契約でこれはあのハンドを使えば OK です、購入したね。でご契約した本人、利用者確認の不備等により申し込みキャンセルとなってキャンセルした場合もらえないよ、ね、で楽天アニメとか開通しなかった場合、ね、使ってない方、ね、これも対象外で、楽天リンクを使わなかった方、これも対象外、ね、で楽天会員退会しちゃった場合、ね、これも対象外でも、あ、この楽天 会員でもまた会員を復活してあのポイント口座が別になっちゃうので、そのポイント口座はあの残ってるはずなんで、そのポイント口座の紐付けをちゃんとしてくれれば、あそこのところにあの戻ったっていう、そういう事前例があります。で、あとポイント付与まで登録者じゃなくてポイント口座はそれだ、このね、このポイント口座を削除っていう方はなかなか少ないと思うけど、ポイント口座をね、あのほったらかしの方が多いと思います。わざわざポイント口座を、ね、削除する人っていないと思うけど、楽天会員を退会してもポイント口座は残ってます。だからこのポイント口座が残っているので、このポイント口座を復活すれば OK な話です、これね。でも、その契約した時の楽天アカウントに紐付けられた楽天ポイント口座を削除されてしまった場合は、もう権利がなくなってしまいました。これはどうしようもない。他の別のアカウント復活して別の楽天口座に紐付けられて、そっちには来ないです、ね、そういうことです。で、当社の提供するサービスなどの料金の支払いを支払い期限まで行わなかった、これも前例があります。楽天モバイルに質問したけども、質問が返ってこなかったから金払わねえ、で金払わなかったためにポイントももらえなかったっていう、目には目をで返されました。だって利用料金を踏み倒すやつはお客さんじゃないから、そういうことですね。料金をちゃんと払ってないとダメです。でも1年間無料なんでね、そういうことです。で、当社または楽天がね、エサイメルは規約などに違反している方、この方にもポイントバックしませんよということになります。はい。一応ね、特典適用対象外のところに初楽天モバイルでないといけないというルールもないし、スーパー放題からの移行の方はダメですとかね、そういうルールもありません。お医者様1回限りです。はい、そんなわけでね、スーパー放題からの移行ハンドの特典対象になるということで、対象になるということになりましたね。ここのキャンペーンルールね、まだ見たことなかったかな、一回もね。それか見ても分からなかったか分からないけども、この漢字小文字さんどうでしょうか。今回の内容参考になったでしょうか、ね。そんなわけで、今現在ね、一人の疑問はみんなの疑問なんで、スーパー放題からアニメイトへの移行を考えてるんだけども、もう楽天会員だからな、私ダメなんだろうなと思っていた方は、あなたも対象です、ね。楽天アニメイトにまだ契約したことがない方だったら、お一人様、ね、1名につき1回 対象になるので、ね、これを機会に移行してみてはいかがでしょうか。はい、それだけで今回の情報が参考になった方はグッドボタン、暇つぶしになった方はいいねを押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。おじいでした。またね。バイバイ。